女子専用、風呂なしアパート、共同トイレ、銭湯まで1分。ババンババンバンバン。さあ、やってきました。雲泥温泉郷。では早速、自家製電気風呂へ、いざ出陣。ステージ名から予測がつくように、メタルな敵がたくさん出てきます。上の段はクリティカル発動率アップとキャラクターの体力アップでコンボを組んでます。下の段は新幹線とライオンがいるんですけども、これはですね、彼が出てくるからです。あ、ヒカルくん登場。このね、お城の間が今ちょうど画面の中に右端と左端に収まってるんですけど、ここが短いか長いかでね、またね、運命が変わってくるのでね、今回はこの距離がね、吉と出るか凶と出るか関係ないかなるべく光くんを前進させたくない。このね、光くんを抑える役と、あとメタルをね、メタルと戦う役がうまい具合にね、タイミングとかうまい具合に噛み合えば良いのですが、うわ、ヒカルくん前進中、大丈夫でしょうか。あー、さくらちゃんのね、さくらっていうね、淡い桃色の光が綺麗です。どうすんの、なんか私の城の近くでわちゃわちゃになってますけど、大丈夫でしょうか、このわちゃわちゃ。あ、光くん消えた。さくらちゃんが出るとね、戦闘が華やかになりますね。綺麗だから、あの戦闘シーンが。メタルな敵をやっつけて城まで、敵の城まで前進しましょう。いいぞ。勝ちました、ありがとう。では続いてのステージは熱湯風呂我慢大会、いざ出陣。実はここをですね、何回も苦労したんですけども、戦闘の途中であれ、これダメじゃんと思って、あの戦闘中止してるので、結果的に残ってるのが勝った時の動画になってます。もう最初から今勝ちましたと言っちゃいましたけど、はい。このね、カルピンチョがね、いろいろ負けた挙句ね、やっぱり壁はたくさん必要なんだなと思って、あの75円の壁、安くて早く生産できる壁をね、2人出ていただいてます。あとカルピンチョを吹っ飛ばす役としてニャックスパロー、まずはちょっとカルピンチョをどうにかしなきゃ、あの私が持っているキャラの中で一番ね、強い火力を持っているのは、ごめんなさい、私ね、火力とかあんまり調べてないんだけど、カオランパサランのね、火力がやっぱりね、一番カルピンチョに効果があるように思えて、ただカオランパサランを守るために、壁をね、あの生産性をアップさせた上で、75円壁を2人入れてます。あ、ちょっと危ないぞ。で、あとは、
私もね、キャノンブレイク法でハウロンパサランをフォローしたいと思ってるんだけど、これがね、いい風に作用するかどうかはその時によってなんですよね。ちょうどね、カルピンチョが私のキャノンブレイク法で火の中にこうポーンとね、ちょうど入ってしまう。火の中に、火に飛んでいる夏の虫状態にね、飛び込む場合もあれば、私のキャノン砲が邪魔をして、ハウロンパサランのね、炎がね、届かないということもあるんでね、これは毎回ね、割と運、あとは私のやっぱり練習次第ですかね、タイミングをつかむためのだと思ってます。クロノスお願いだから、しばらく頑張ってくださいね。ここで大五郎出陣、ドーンと出ましたよ、ドーンと。これはでも一応今大型が全員揃ってる状態なんだけど、できればクロノストリガーの2人目までつなげることができればいいなと思ってます。そろそろね、体力がないんじゃないかと思って、クロノスの。今ね、ちょっとね、また大型を出して、クロノスを出したいので、今ちょっとね、ギリギリの状態で、危ない状態でね、ちょっと吹っ飛ばして、吹っ飛ばして、ニャックスパロー、吹っ飛ばして、1体目がね、まだ頑張ってる中、2体目が出動できました。もうちょっとこれはね、みんなのね、なんだろう、息の合ったプレイ、これはちょっといいですね、なんか。私の中の勝負のね、いい見本の一例としてね、残しておきたい。手置くか、ネット上に残るんですけど。あ、でもちょっと待てよ。この赤い文太郎が、私たちのチームワークの良さで無事勝ちました。もうね、もうちょっと今日は焼肉食べましょう、みんなで。続いてはケミカル長寿の湯へ、いざ出陣。これはね、長寿ということでね、長寿の象徴が出てくるはずなんですよ。まずちょっとね、壁ワンコ、別名、私が勝手に餅ワンコと呼んでるんですけど、多いな、量が。出ました、雪かな。長生きしてね、私が毎回倒してるけど、でも長生きは祈ってるよ。ハウランパサラン出動、ワンコ軍団の中で、雪かなにはね、このままたくさんね、長生きしてほしいと思ってるんではないでしょうか。タンス預金がいっぱいあるかもしれない、この雪かなが。もう勝手に物語にしてますが。大丈夫かな、あんまり減らないような気がしてんだけど、とにかくね、お城を壊しちゃえば OK だから、雪かなをハウランパサランの炎で、炎とね、あとキャノブレイク砲で敵の城よりも後ろまで押しちゃいましょう。できるかな。今だいぶもうお城叩いてます。お城が割れました。勝ちました、ありがとうございます。続いてのステージ、
これはお風呂などでこの赤なんでしょうね。赤い敵、黒い野生、いざ出陣。初めて戦うステージだけど、まあ赤と黒の敵が出てくるんじゃないかなと思ってます。早速来ましたよ。このゲーム結構ね、経験値稼ぐにしても黒い敵と戦うことが多いじゃないですか。で、デリバリーの出演シーンが多い。で、私はデリバリーを見るたびにお腹がすく。とうとうね、最近ね、パンケーキミックスを買いまして、間にね、ハム挟んだりとかして食べてます。あ、たっちゃんがいるよ、たっちゃんが。でも、たっちゃんは、強敵だってことを以前学んだので、ちゃんと今回、カオランパサランは、ベンチで見守ってます。出た、イノワール。クロノスいないけど、ボンバーがね、頑張ってクロノスの大役をね、代わりに果たしてます。イノワール消えた。お、監督も消えました。勝ちました。今のところ割とスムーズ。では続いてのステージは、源泉に潜む者たち、いざ出陣。ここはね、イルカ娘が出てくるんですよね。だからイルカ娘向けの構成を、イルカ娘対イルカ娘を中心に組んでみました。メンバーをね、やっぱこのね、跳躍力がねすごい、イルカ娘、イルカ娘、あ、白やられた。どうすんの？ちょっとですね、イルカ娘が出てくるのが早いので、母ちゃん、猫奥様の代わりに大狂乱の猫ライオンを入れてみました。ちょっとこれでもう一度、で、イルカ娘をちょっと遠ざけたいと思ってね。少しずついい感じにイルカ娘が遠ざかってるよ。相手の城に到着しましたよ。で、ちょっとイルカ大国ですか、ここ。ちょっとなんかイルカ娘が多量に出てくるんですけど、巻き返されている。なんとかね、節約で大狂乱のゴム猫いっぱい出してお金を貯めたいと思います。お金貯まった。カーランパサラン出陣。おお、ちょっと危ないんだけど。ガネーシャがね、救助に駆けつけました。あ、カオランパサラン、あえなく散りました。でもガネーシャが来てくれたからなんとかなるかな。
あら、ガネーシャ消えた。あれでちょっと、あの、戻ったり押されたり戻ったり戻したり。ハーデスが頑張ってくれたおかげでまたタオランパスが出ました。もう一度ハーデス登場です。これはどっちが勝つか。ガネーシャ羊、いやー、なんとかなんとか城まで行けないかな。ここはちょっとね、簡単に言えばすごい時間がかかってる戦いです。かっこよく言えば手に汗握る戦いです。あ、まずい。負けた。源泉に住む者たち、三度目の正直となるか。いざ出陣。今回はですね、あの、コンボで生産性をアップしまして、対イルカ、対イルカ娘のね、メンバーが次々に出せるようにして、逆に大型が一人もいない状態です。大丈夫なんでしょうか、これで。お金をね、大型の場合、猫本を使わないと、ちょっとお金が貯まるまでとか、苦労するんだけど、それ気にしなくていいから、なんか割とスムーズに前進んでるんですけど、自分でも予想外に順調です。勝ちました。では続いて、湯煙極楽地獄へ、いざ出陣。ここはね、バトルコアラッキョウが出てくるので、波動対策、タコツボにね、波動対策をお願いしてます。これはどうなんだろう。今のところちょっと安心して見てられる感じなんですけど、出てきたよ。ちょっとあれ、これちょっと初めて見たぞ。よっちゃんじゃないのね。よっちゃんに似てるけど、あの、天使の輪がついてるぞ。これ初めて見、初めての敵です。ガテンと言われると大体の人が音楽系の番組を思い出すんでしょうけど、
私は単純にイカの天ぷらが食べたいと今思ってます。いや大丈夫かな、そんなこと言ってる場合じゃないぞ。カウランパサラン出陣、ガネーシャ出陣、大型で押し切れるかな。いやイカ天パンチちょっと結構長いとこまで飛んできたぞ。カオランパサランが消えました。あ、違う、カオランパサランはバトルとアクアラックに叩かれました。イカ天倒すぞ、イカ天。お、勝ちました。初クリア報酬ゲットです。ちなみに今回の単価ですが、18歳の時にね、東京に上京した時に初めて住んだアパートがモデルになってます。で、そこね、知り合った親友とは永遠の親友、彼女は一緒に銭湯に通った彼女は私にとって永遠の親友です。で、なんかね、見てくださる方がいるかどうかって、やっぱりコメント欄でね、あ、見てくださる方がいるんだって思えるんですよ。なので、コメントどしどしお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。